教研,研究センター長の丹沢でございます。今年度の文教施設研究講演会、初めてのオンラインでの開催となりましたが、いかがだったでしょうか。最後までご参加いただきまして、誠にありがとうございます。冒頭、所長からも申し上げましたが、今般の新型コロナウイルス感染症拡大の対応で、多くのご苦労をされてきておられる中、私ども国権、 センターの調査研究に多大なご協力をいただきまして改めまして心より感謝と御礼を申し上げます本当にありがとうございますさて今年度も昨年度と同様に教育者と建築家との対話の促進をテーマとして講演会を開催させていただきました今年度は 小中一貫教育校の学校建築を対象として、まず基調講演として、日本の多くの学校建築に携わってきておられる長澤悟先生より、小中一貫教育校の学校づくりに関わる計画上の課題や対応方策とともに、今日の教育の改革、 教育の変革に対応する学校施設づくりにおける重要なポイントについて、整備事例とともにお示しをいただきました。次に、オーストラリアで多くの学校建築を手掛けてきておられるきっとクー様より、すべての関係者との競争、コークリエーションという施設づくりについて、具体的な実践事例をもとにご紹介いただきました。 関係者との対話の進め方など日本においても大変参考になる内容であったかと思いますそして国内の事例として長野県信濃町の信濃町の小中一貫校の学校づくりについて伏木先生峰村先生関口様小林様にご登壇いただき伏木先生のコーディネートの下で 小中一貫教育校整備における取り組みの着眼点あるいは課題について具体的かつ貴重なお話をいただきました本日講演いただいた内容は主にいわゆる施設一体型の小中一貫教育校に関するものですが義務教育段階の学校に求められる諸課題への対応 また、学校施設づくりのプロセス等に関しまして、小中一貫教育校の整備はもちろんのこと、小学校あるいは中学校の個々の施設の整備においても参考にしていただける点が多くあったのではないかなと思っております。文教施設研究センターでは今後も海外の研究者とも連携しながら、より良い学校施設づくりに 役立てていただけるような情報を提供してまいりたいと考えております今後ともどうぞよろしくお願いいたします本日はどうもありがとうございました